捕まったらどうすりゃいいんだ。もちろんだ。拘束から自由になって記憶もずっとくっきりしてきた。隠れ、いや調査をしていた。パウダーギャングの情報を集めていたらグレートカーンズがお前の仲間と現れた。運び屋から奪った届け物の話をしていた。お前のことだろ。ニプトンを通ってノバックに向かい誰かと接触すると言っていた。また会ったな。クリムの次の保安官探しを手伝ってくれるのか。保安官代理ってのは保安官がいないと様にならない。だから次の保安官が見つかるまでこの町の善良な人々を守ろうって決めたのさ。だがこの町にはもう保安官がいない。雇い主がいなけりゃ私の職もパーだ。力になってくれるならいつでも会いに来い。いろいろお世話になったな。